日本関東地方東京都大田区、桜坂桜坂桜坂は、東京都大田区田園町府本町18番19番と、四42番43番の間にある坂である。桜の名所として有名。住宅街を北東から下って南西に至る道路の両脇に20本程度の桜の木が植えられている。道路両脇は、筒子や、ケヤキ等がある、緑地帯となっており。 坂の途中には霧通しをまたぐ形で、上部両脇の側道を結ぶ赤色の歩行者用橋梁がかけられている。最寄り駅は東急玉川線、沼辺駅。北方に徒歩で5分程度。旧中原街道の一部で、古くは沼辺の大阪と呼ばれた。1923年に急勾配を改良する改修工事が行われ、現在のような霧通しの坂となった。 その後、1930年に、霧同士の両側に桜が植えられて、桜坂と命名され、現在に至っている。ただし、近隣に存在する交差点の信号機には、桜坂、桜坂上とひらがな表記である。2010年には歩行者用橋梁の耐震工事が実施されて、赤色の手すりや欄干が一新され、新たに手すり内部に照明が埋め込まれた。 従来は全国的な知名度はなかったが2000年に発売された楽曲桜坂が200万枚以上を売り上げる大ヒットとなり観光名所として一躍有名になった。また2008年に放送されたテレビアニメ蔵などでも当初が背景として使用された。桜坂ヒット以降の桜の時期は渋滞が発生するほどの人気になり、 桜が咲いていない時期でも若者が立ち寄る姿が見られる。ありがとうございます。